です。そしてそして今日はなんと京介のメンバーに来ていただきました。お願いします。せーの、京介。こんにちは、ゆちょみです。こんにちは、いのです。こんにちは、田中美久です。イエーイ、嬉しいな。はい、今日はメルペチのアカウントで胸キュンエピソードを募集しました。あー、すごい。なので今回はね、お三方と一緒に叩いていければなと思います。お姉さまが叩くからね。枠が取りしちゃうで。やっちゃいます。恋バナしますか、普段？めっちゃするよな。する。さっきもしてました。ほとんど、ほとんどそれ。うわ、ほとんど彼氏の話。ちょっと聞きたいですね。ね、うちらもね、もう休憩中ずっと恋バナ。そうだね。おー、親近感湧きますね。ですね。嬉しいですね。早速やっていきましょう。せーの、レッツゴー。では1個目、壁ドンされたこと。あります？やってっていうかも。今だけ流行ってないからなんか経験してみたいやん。なんか一回やってみてくれへんみたいな。普通になんかこうやってやられてるのはある。えっ、かめっちゃある。壁ドンは壁ドンやるぞっていう気持ちでいくやん。ちゃんとこもたれてかかってるのは。え、それなんかケンテコ不意に壁ドンこれ。あ、確かに狙う壁ドンはケンテセントも。確かに、確かに。やったことありますか？やったことある。ないし、ない、全然カエル化しますね。マジで？それ好きな人とやってないじゃん。あ、確かに。でもだって壁ドンこの近さでなんか見られてもねって。だって急にボンってする。ってなっちゃう。守ってが開けたくなる女子。ね、これから学びますよ。学びます。ジニーちゃんありますか？え、日常的に壁ドンなります？どう壁？どう壁ドン？どこからが壁ドン？確かに。みたいな。でもやっぱやるぞって気持ちで行くやつを考えるんだよ。そういうことか。やっぱそれは漫画の話やんな。急に来られてもびっくりするもんな。なしょ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 。急にやるみたいな。アニメではなんかキュンみたいなのね。なってるけど。では行きます、はい。寒いねって私が言ったら好きな人が手握って大丈夫って言ってくれたこと。マジか。まずキュンってするのかな。寒いね。大丈夫ってこと。いやー、まあまあ、おもろい。大丈夫か。大丈夫。おもろいが勝つんや、これされたら。大丈夫。わかる。おもろいが勝つ。おもろいが勝つ。わかる。なんかキュンってするよりおもろいが勝つ。うん。どっちかというと。俺と。どっちかというと、なんか俺のジャンパー貸してあげるよみたいな。ああ。そっちの方が。うん。そっちの方がなんかあるんかなと思うんだけど。手をつないで大丈夫。大丈夫いらん。大丈夫。なあ。大丈夫いらんね。大丈夫いらん。結論は、大丈夫はアウトということで。アウト。結論は、まあ、ジャンバーを貸すのが正解。はい、そうです。頭ポンポンされた。おお、シンプルイズザベストよ。そう、嬉しい。イチャモンつけおばさん。あんまりなんかキュンってすることない。なんでやねん。わかる。え、キュンしない。いや、キュンキュンっていうか、おもろいが勝っちゃうかも。あー、あれ落ち込んでたっすね。その時に大丈夫かもしれない。ちょっとカッコつけたかもしれない。え、あるみたいな。今の彼氏頭ポンポンないけどされたら嬉しい。うーい、してください。みさきくん、なんか私なでなでの方が嬉しいかもしれない。ユノンも、あ、ユノンもちょっとなでなでがいい。跳ねてるよりなんかちゃんと大事にしてますよ。そう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 、ワンスケだ。ワンスケを買う。じゃあアレクセと思って。はい。か。え、そっち。なでなで。なでなでなで。みんななでなで。なでなで。なでなで。なでなで前。なでなで。なでなでにしよう。彼氏が荷物を持ってくれたこと。ああ。嬉しい。それはでかい。いい彼氏とか男らしいって感じる。え、嬉しいよね。キャリーとかある。そう、あるあるある。の駅の階段。ああ。持ってくれた。ああ。ヒョウ柄のカバンとかやね、ゆいが。わあ。ゼブラとかギャルのバッグで。ギャル。それを持ってくれるのが嬉しい。逆に。だからそれをなんていう、嫌がって持つとかじゃなくて持ってってくれる。大事それ。持つよとかもない。さっと。気になってる人と無意識に手をつないだことが胸キュンでした。おお。素敵なエピソード。怖い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 。病んでる？一瞬やんないの？怖い。なんだ。素敵な
めっちゃ重かったよね今。めっちゃじわるじわる。彼氏がこう後ろを歌ってくるのが一番良くない？それに限る。それに限ります。百人一首で好きな人と手が重なった。ちょっと元気だね。でもほんまに手が重なるとか羨ましかったから、自分からあのタイミング良かった手にしていいことしたことある。確かに確かに。失敗すんねんけど。失敗する。そう、失敗すんねんけど、だからタイミングはやっぱ合うってすごいみたいな。全てはタイミングでできてますからね。恋愛も全てはタイミング。素晴らしい。全てはタイミング。ポエムですね。髪型が変わった時に可愛いって言ってくれたこと。あ、嬉しいね。髪の毛の変化にすぐ気づく男の子めっちゃいい。嬉しい。ネイルとかも嬉しくない？嬉しい。メイクとかも嬉しい。嬉しい。今度彼氏にやってほしいね。何も変えてないのに、怖かったと思ってた。で、最後どこもないやん。気持ちいいって言うの。めっちゃ言ってるから。いける、いける。これ、最後来ました。いける。パクろうと思います。一つ下の後輩が俺の服でかいから着てみって上着を貸してフードをかぶせて頭ポンポンしてきたこと。あーそれ今日好きでみたいな。なんか寒いからっつってパーカー着て。あったよの。え、パーカー着てダボダボで帰ってきて。そうあった。そんなシーンもあったよな。それはキュンキュンするみたいな。結局は頭ポンポンなんだね。結局なんだなんだじゃないんだ。結局はなんだ。ポンポンなんだ。確かに一つ下やのにムカムカやねんで、しかも後輩やのに大人っぽいことできるように。そう売れてまうやろそれは。年下みんないける。逆にゆきちゃん年下ですよね。年下。いや主張してくれよ。そうかちゃんとこいちだけど、なんか精神的に大人やからなんか不器用って思う。年下もありで。かわいい。スキピと手の大きさ比べっこしたこと。でもよくあるよな、カップルじゃなくても触れ合う口実みたいな感じでね、みんなやりますよね。めっちゃ思うねんけどさ、どんなのさ、手汗かいてこやん。デリカしてとか言われたらさ、えっ、あでもそれキュンキュンするよな。キュンキュンしますね。2人にフーって息かけられた。え、くそ。え、やめて。え、え、くそって言う。びっくりする。いいのびっくりする。くすぐったい。ちょっと狙われとるぐらいの男の子やだやだやだ、超冷める。何ってありますよね。何だよ。学校でいじめられた時に好きな人かは明日は学校行為を守るからって言われた。心強い。でも経験上なんか守られたことないんだ。だったら一緒に登校してくれるとか、今で迎えに行くからとか言ってくれればいいのに。そうそう、じゃあもうつけすぎかな。そう言ってくれることが嬉しい。口だけ男はダメですね。ほんまやったらほんまにかっこいいと思う。言うのもそれは思う。その後どうなったんかな。その考え方はね、確かに気になる。じゃあぜひ DM で送ってください。ぜひ。席隣の好きな子に勉強を教えてあげたら、〇〇のおかげでいい点取れてありがとうって言われた。素敵。ありがとうって言われると素敵だと思う。教えれる立場じゃないしな。勉強しようって感じじゃない。話はそこか。それはそう。それはそうです。お前が休んだら楽しくないって言われた。それはいいと思いますね。嬉しい。学校が楽しくなる。楽しみになる。行くの楽しみになる。なるなる。嬉しいってことだ。嬉しい。次行きます。私が松葉杖を使ってる時、体育館のステージから降りる時に手を差し出してくれた。おお。素敵。さりげない優しさみたいな。これる。改めて好き。松葉杖とかさ、ちょっと弱ってるよ。だから。嬉しい。それだけ見て差し伸べられたら、あ、好きってなります。はい、ということで質問答えてみたんですけど、嬉しかった。楽しかった。いろんな意見が聞けて嬉しかった。あんま聞くことないもん。ない。メルプチメンバーとは違う意見も多かった。本当に本当に新鮮だった。キュンキュンをね、なんか見れる。あれだね、最初らしいですよね。らしいですよね、ミクさん。そうなんですよ。言ってくれ、ミクさん。はい。京スキ卒業編2024 in セブ島の最終回が3月25日の夜10時から放送されます。絶対見てください。見ます。見てます。見ます。最終回ですから。えぐくない。
超楽しみよ。キュン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 ですよ。見てほしいですね。はい、今日も最後に見てくれてありがとうございました。また次回ね、お会いしましょう。バイバイ。つぐちゃんは卒業する、高校3年生だから卒業すると思うんですけど、他にも卒業する子がいるのかなって考えると悲しいし、自分ももしかしたら卒業するのかもしれないので、ちゃんと考えないとなって思いました。将来はめちゃくちゃ定まってるってわけじゃないんですけど、最近カルドラマに出させていただいて、すごい演技が楽しいなと思ったので、演技はしたいのと、自分はなんか写真っていうよりかは動いてる方が自分の魅力が伝わるなと思ったので、 YouTube とか大人とかなったらバラエティとか出たいなと思います。学業、次中3になるので、やっぱ学業も大切ですし、もしこの業界で以外でやりたいことが見つかったってなったら、やっぱ通信とかじゃなくて普通の高校に行った方がいいのかなって思うので、その勉強の方も頑張らないといけないかなって思うからです。卒業しない方かなとは思うんですけど、撮影の次の日ですごい疲れが溜まってしまって、次の日学校休むとかも中学1、2年生の間であったので、卒業しないとしたらそのちゃんと学校の方も頑張ろうと思うので、そこもちゃんと考えて決めたいなって思います。でもお友達のストーリーとかを見てて、すごい JK をしてるストーリーとかが上がってて、やっぱり体育祭楽しんだりテスト期間追い込んだりっていうのがすごい楽しそうだなと思ったので、普通の JK してるかなと思います。礼儀の部分だったり、周りに気を使うことだったり、コミュニケーション能力も前よりはついたかなって思います。やっぱ挨拶だったり礼儀っていうのはどこに行ってもすごい大切だと思うので、活かせるんじゃないかなと思います。後輩が入ってきて、後輩の方が自分より活躍してたり自分より上の立場にいるっていうのがすごい悔しかった。